命は自分自身で完結できないように作られているらしい。花もめしべとおしべが揃っているだけでは不十分で、虫や風が訪れてめしべとおしべを仲立ちする。命はすべてその中に欠如を抱き、それを他者から満たしてもらうのだ。世界は多分他者の相和、しかし互いに欠如を満たすなどとは知りもせず、知らされもせず、ばらまかれている者同士、無関心でいられる間柄、時に疎ましく思うことさえも許されている間柄、そのように世界が緩やかに構成されているのはなぜ？花が咲いている、すぐ近くまでアブの姿をした他者が光をまとって飛んできている。私もある時誰かのためのアブだったろう。あなたもある時私のための風だったかもしれない。